ゴールキーパー谷、ディフェンスは鈴木、ドリシュビッチ、チャンミンギュ、林のフォーバックです。中盤は平川、柴戸、仙藤、藤本、前線はオセフンと藤尾の2トップ、ゴールキーパーパクイルギュ、ディフェンスは原田、山崎、キムテヒョン、ウェイビスのフォーバックです。中盤の中央に福田と川原、2列目は長沼、堀米、菊池、最前線にマルセロ・ヒアンが入ります。林のボール、これも中央へボレーシュート、ヘディング、先制町田、前半5分です。ホームのマット先制です。まあ、ロングスロー林からですよね。これ1回クリアしてここですよね、藤本ですかね、これシュート、藤本のゴールです。はい、ここを合わせたのが、これが良かったですよね。合わせた選手、これ誰ですかね。平川ですね。はい。谷のロングボール。藤尾落としたボール、シュート。ナイスキーパー。拾い直して後ろからチャンミング。ブロックです。最後はウェービスのブロックです。オフサイドなかったんですね。そうですね、うん、まあ、今はドレシミッチハンドのこと言ってると思いますけど、ハンドもなかったってことですね。川原が運びながら来て、あ、ナイスプレー、北間、マルセロヒアン、マルセロヒアン、トス、同点に追いつきました。マルセロヒアン縦パスからフィニッシュ。マルセロヒアン今シーズン2ゴール目、一つ縦への狙いが出ました。トスらしさが出ましたね。ここでまずギャップで受けた、これ菊池だと思いますけど、ここが良かったですね。あとサイドバックがこれウェービスが上がってて、サイドバックの鈴木はピン止めしてるんですよ。でそのセンターバック引っ張り出されたそのスペースのところ、マルセロ・フィアンのスピードパワー、ここを出したと。柴戸を広げて右サイド、平川、中で宇都宮呼んでいる、平川運んでシュート、平川キーパー正面です。いや、この平川縦にも行けますし、カットインしてもスルーパスも行けるし、まあ、シュートで追われるっていうところ、しばかせる、平川奪った、平川浮き球ゴール前ヘディングシュート、オセフン高い、身長が194センチ、一瞬でこの平川も抜けちゃうんですよね、早くて、ちょうど前向きにパワー持ってオセフンも入れましたから。ただ体をつけていた分だけうまくミートすることヘディングシュートできなかったと思うんですね。ここも行かせますね。さあ中盤でカットです。川原から菊池左足のシュート、ー距離はありましたが足を振りました。いや、いいですね菊池。中央へ川原、横につないでカットした。さあ奪った、平川パスを選択、詰めた、最後は大瀬風、町田勝ち越し、後半開始9分、またしても町田一歩前に出ます。大瀬風は加入後初ゴール、奪ってからの速い攻撃、またしても町田の良さの出たゴールです。おっしゃる通りですね。このハイプレスから相手のコントロールミス、ここも奪って平川自分で打ってもよかったんですけれども、最後これパスを選択したっていうところで、少し相手をかわしてクロスボール逆サイドへ、平川が収めてチャンミンギを追い越しましたが、平川クロス、ヘディングシュート、見上げました、またしてもオセフン後半に入って連続ゴール、3対1、今度は得意のヘッドです。クロスに宮部合わせました。これまずですね、平川のコントロール見てください。後ろに選手いたんですけど吸い付くようなコントロール、まあ、ここもちゃんと置きどころも良かった。でボールの質ですね、もうニアのところにオセフンが入ってくるだろうという意識も持ちながら蹴ってますから。荒木の対応でした。背後へパクリキ出る、さあこれでいる、ボール入っている、かわした、
荒木のシュート、最後は山崎がゴールをカバーしてました。ちょうどね最終ラインもリスクかけて前出てますから、そうすると相当深い位置からこうプレッシャーかけて相手のゴールに迫る。さあ裏で藤尾倒れた。今のプレーに対してホイッスル、イエローカードです。これも背後ですね、あの長いボールチャンミングからですけど、今度はボックスの角ではなくてスライドした背後のところを狙った。もうコース取れてますから、まあ、ボックスに侵入したところが特に良かったですね。キーはプクイビュー、藤尾転がして、あーっと枠を外しました。さあコス、丸橋のキック狙った、谷キャッチです。直接狙ってきました。ここで長いホイッスル、試合終了。3対1、町田4連勝、そして首位キープです。後半オセフンが連続ゴール、最後は後ろ5枚で守りきって勝ち点3上積み、勝ち点を13としています。